ソウル市メトロ9号線は、大韓民国のソウル特別市構成区にある、開花駅から同市高東区にある、中央方訓病院駅までを結ぶ、鉄道路線である。ラインカラーはゴールド。単独で首都圏、電鉄9号線を構成する。本校では、建設及び運営などに関わる事業者3社についても、記述する。 1990年代に計画されたソウル地下鉄3基路線の一つである。ただし、3基地下鉄のうち10から12号線は、計画が中止されたため、東路線は、新規路線としては、唯一の3基地下鉄である。第一段階区間は2002年4月3日に着工し、2009年6月12日に、開業する予定であったが、駅務自動化設備に問題があるとして延期され、 同年7月24日に開業した。第2大会区間は、新論駅から東新市総合運動場駅までを延伸するもので、この区間は2015年3月28日に開業した。第3段階区間の総合運動場駅、中央方訓病院駅間は2018年12月1日に開業した。さらに、公式計画ではないものの、 高東区はさらに北の高徳駅までの延伸を要望している。このほか将来的にインチョン国際空港鉄道と直通運転を行う計画もある。運賃は民間企業が運営することから既存の首都圏電鉄と異なる運賃体系を採用する予定であったが、首都圏電鉄としての一体的運用の必要性からソウル特別市側は、 現在の運賃体系を主張し、両者の間で長い間議論が重ねられ、結局他路線と同じ運賃体系を採用することとなった。当初、異なる運賃体系を予定したことから、9号線と他線との乗り換え駅には中間改札が設置されているが、他路線の運営主体との運賃収益の分配のために乗り換え客の移動経路の情報収集をする乗り換えゲートであり、 通過しても、運賃計算には影響を及ぼさない。ただし、アラボン当線など異なる運賃体系を取る、路線、事業者が誕生し、必要時には運賃について再協議ができるとしていることから、2012年には赤字による値上げを発表するも、ソウル特別市側の抗議などにより、最終的に撤回する事態になった。 路線の管理と運営は、第1段階区間については既存の鉄道公社では、なく民間企業のソウル市メトロ9号線株式会社が担っている。第2段階と第3段階区間については、ソウル交通公社が担っている。開業当初は4両編成だったが、地獄鉄と揶揄されるほど著しい混雑に見舞われ、ローソは運営事業者が利益を最大化すべく投資を、 怠っている、民営化の弊害と批判している。このこともあり、全線開業までに全列車の6両化が順次、実施された。本節では、単に、9号線と記した場合は、路線としてのソウルシメトロ9号線を指すものとする。ソウルシメトロ9号線株式会社は、9号線の建設と施設管理と運営を担う大韓民国の鉄道事業者である。 遠隔ソウル9号線運営株式会社は9号線の第1段階区間の運営を担っていた大韓民国の鉄道事業者である。フランスの企業との合弁により設立された。遠隔ソウルメトロ9号線運営株式会社は9号線の第2段改区間の運営を担っていた大韓民国の鉄道事業者。ソウル交通公社の100%子会社である。第二。 第3段階区間のソウル交通公社直営化に伴い、第3段階区間開業前の2018年11月28日付で、生産された。遠隔 AB 連合ニュース、ソウル地下鉄9号線が開通、金浦空港と航南県結ぶ2009年7月24日、ABC 朝鮮日報。 ソウル地下鉄9号線が今日営業運転開始2009年7月24日 ABQ2382015 年3月28日付の朝鮮日報の記事2015年3月28日閲覧9 2 2 0 1 5年3月25日付のソウル市メトロ9号線公式サイト内のページ2015年3月28日閲覧 AB20197191 ソウル市メトロ9号線の報道資料2019年6月2日 ABC91 ソウル市メトロ9号線の報道資料2019年7月1日 AB923 連合ニュース2018年11月28日9号線民営化推進公共性に逆行するソウル市2017年7月4日 レーバーネット日本語版942018年5月25日国民日報942018年8月1日韓国経済新聞2018年8月2日都市交通本部9362018年9月7日 KBS ハット AB938212018 年9月27日 連合ニュースハット AB アバウトカンパニー s m l 旧イントロダクション i o CEO グリーティングスソウルシメトロ9号専公式ウェブサイト2018年8月27日閲覧 AB ソウルシメトロ9号専公式ウェブサイト2018年8月27日閲覧 ABQ ソウルシメトロ9号専公式ウェブサイト2018年8月27日閲覧 QCO ソウルシメトロ9号先行式ウェブサイト2018年8月27日。閲覧 AB アバウトカンパニー SLQ イントロダクション CEO g リーティングス、ソウルシメトロ9号先行式ウェブサイト2018年8月27日。閲覧 ABQ ソウルシメトロ9号先行式ウェブサイト2018年8月27日。閲覧ビオリアトランスポート2オペレートライン Q o ブザ、 ソウルサブウェイシステム、スターティングジュライ2009-2007年7月3日、アメリカ証券取引委員会、ビオリアトランスポートラトップデボラプモンセットアップ、ジョイントベンチャーツーブーストグロースポテンシャルイニアジア。ビオリア、2018年2月2日時点のオリジナルより、アーカイブ、2018年2月2日閲覧。 ニュースインブリーフ2011年4月16日、レールウェイガゼットインターナショナル、アラバークワイアーズビオリアトランスポートセントラル、ヨーロッパ2013年5月17日レールウェイ、ガゼットインターナショナル9、2019年1月18日 AB、CI、ソウルメトロ9号線運営公式ウェブサイト2018年8月27日閲覧、 ソウルメトロ9号線運営公式ウェブサイト2018年8月27日、閲覧 ABCDE。ソウルメトロ9号線運営公式ウェブサイト2018年8月27日閲覧。9232014年8月1日。連合ニュースソウル市メトロ9号線に関するカテゴリー。ありがとうございます。